皆さん、こんにちは。ナピア急行病院も国際化を皆様を喜んで歓迎しています。私はソミと申します。今日はオプス歓迎になる。私は皆様にナピア急行病院の歓迎を案内しています。さあ、皆さん、行きましょうか。さあ、どうぞ。ラフィア急行病院の国際化は2階がありますね。3階と4階、17病床がありますね。では一つの病床の中でちょっと紹介しましょう。これは病院の自由があるけど、ありますね。皆さん、どうぞ。これは VIP の一つの中の病棟ですね。どうぞ。じゃ部屋の中でも、なんか設備も全部いい設置にして、なんか普通の泊まったら何もありますね。テレビとかね、エアコンも使えます。また、押し入れ。はい。君の押し入れでしょ。フックとか布団とか。はい。次は、これは、ゼロのベッドですね。これボタン。これボタン皆さん見て。なあ、こうボタン。ボタンを押したら、それはベッドも移動しますね。そうですね。これはお客さん来るときは、何か看護師呼んだときは、これボタン押したら。外の皆さんの、看護師とか医者さんもすぐ来ますよ。じゃあ皆さん、これは VIP の一つのサービスの中で、なんか食べ物をいっぱい置きますね。これ見て、なんかカーテン開けたら外の景色も見えますよね。見られます。これ座ったら皆さん外の景色も見ます、ね、全部ラフィアの前の景色すごい綺麗、緑が多い、すごいいい感じと思います、ね、じゃあ次は病床の中のすごい綺麗のトイレもちょっと紹介します。はい、皆さん見て、これも冒頭の上からけど、でも日本みたいのなんかゼロのトイレですね。これは全部いい設備ですね。トイレの中で皆さんこれ見て、なんかこれお湯欲しい時ありますね。これまだホテルみたいのなんか何もあるんですね。石鹸とか全部できますよ。